はい、皆さんこんにちは、カゼントです。こんにちは、タクです。大悟の成長物語ということでね、はい、新しいイベント始まっているんで、これをやっていこうかなと思っております。で、事前情報だと、ここで育てたキャラによって報酬がまた変わってくるんだよね。そうですね。うん、これかな。はい、うん、これですね。5つの能力が50以上にいくと SR の資源の大悟がいただけるそうです。今回 PSR とか特にないんだね。で、上限解放もできない系なのかな。まあ、ちょっと詳しいことはわからないんですけど、おそらくなんかそんな感じがしている。で、毎日あれだね、アンロックされていく感じね。ああ、そうですね。うん、早速やっていきましょうか。ちなみに能力が今こんな感じです。ミート32、パワー39。非常に、不安ですが、やっていきます。まあ、またね、ガチャの方を回すとこの右下ですね。うん、より多くできるそうです。しょうがないわね、私が投げてあげる。可愛いですね。私じゃなくて私っていうところがね。え、三振するの？もう打つだけっすね。うわ、これでみんなこうなったでしょ。みんな一回は空振ってるはずで。ファンのやる気のなさ、えぐかったっすね、今。え、そんなやる気なかった？フェアゾーンにバントをしろ。こんな感じ？はい、オッケーです。よっしゃー。次は？またバント？オッケー、走れ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 。完璧です。オッケー、続いてヒットですね。うわくそ、カズエンド、我慢ができない男です。メタル村田さんと一緒っすね。やばいって、やばいって。パープル TV 見るとチェンジアップとか投げられてたから、うん、やっぱ明日明後日とかで少しずつこの課題のクオリティは上がっていくんでしょうね。こんなにアウトになると思わなかったよ。よいしょ、いったろ。オッケー、完璧、ありがとう。さあ、続いてもヒットを打てですね。あと何回あるの、これ。もうこれラストっすね。オッケー。確かにファンやる気ない、やばいっすよね。うん、さあ、これで総力が10は成長した。番頭取得。お、また総力上がった。ヘッドスライディング、補給10でもらえると。そろそろ、私も打ちたいな。うわ、めっちゃもらえる。っていう感じ？そうっすね。なるほど。これさ、この能力が上がるのって、まあ、サクセスも必要なわけじゃん？はい。で、サクセスに関しては、別に全力とかどこでやってもいいの？ですね、はい、どこでどんなイベキャラを連れてきてもいいってこと。 OK ですね。おー、なるほど。まあ、ちょっと強くしないとね、明日以降。そうですね、どんな感じか分かんないけど。で、ここですね。あ、12時。なるほどね、割ともうすぐ開くってことだね。ワールドカップの開幕戦とともに、おー、ロシア対サウジアラビア。誰よこれ。完全にゴローですね。あ、これゴローなの。俺、福津くんかと思った。まあ、もう似たようなもんすからね。なんでかめっちゃ似てますからね。わかりました。ということで、まあ、これもね、いろんな雑談も交えながら、まあ、こうやって一つの動画として楽しんでいただけたらなと思います。まあ、みんな簡単にクリアできるからね、どうせ見ないよって思ってもね、見ていただけるのがありがたいです。相棒機能の、うん、実装に関してはどう見受けました？あ、俺？素直な意見ね。はい、素直な意見。今はあーだこうだ、まあ評価しづらいなっていうところは正直なところで、ただ覚醒ってあったでしょ。はいはいはい、覚醒なんかよりもみんな嬉しいって思っていいかなって思う。っていうのもさ、まあ、
そのサクセス動画の中でもお話ししたんですけど、そのどっちでもいいじゃん、野手でもいいし、うん、投手でもいいし、うんうんうん、はたまた彼女でもないし、なんか新しい彼女みたいな感覚で連れていけるんで、はいはい、あのこれからパワープロを始める、まあ今ね始めたばっか、そういう人たちにとってはまあ割といいじゃないのって思いますよ。そうっすね、うん、まあただね、やっぱりすごいパワープロめちゃくちゃいっぱいやってます、毎日ログインしてます、まあ風への動画毎日見てますっていうような人はちょっと今現時点で使い道はないかなと思っています、うん、ただ総合的にやってね、その全力学園で連れていけないっていうのが本当にポイントだなと思ってて、うん、全力学園で連れていけるようなこういうキャラが出た場合はもしかしたら選択肢の一つにはなるのかなとは思いますかね、うん、そうですね、うん、だ今は判断しづらいよね。そうですね、まあだからガチャ引かない人多いんじゃないこれ、うん、ちょっと引きづらいよね。そうですね、うん、やっぱりみんなさ、どういうタイミングでガチャ引くのって言ったら、やっぱりこのキャラを当てることによってチームランク上がるかなとかさ、うん、そこ一番考えるじゃん。ですね、ってこと考えた時にちょっときついかなって、うんうん、まあただメジャーがさ大好きな人はさ、このキャラたち欲しいな、もっと来たいなっていう人もきっといるでしょ、うん、そうなんですよね、うん、そういう人は大いに悩んでもらって結構かなと思いますけどね、うんうん、特はどう見てる？いやでももうほぼ一緒ですね、うん、ただ今後の期待値として話すと、うん、まあ、このキャラたち以外にあの相棒キャラがどれぐらいな頻度で出てくるかっていうところが鍵かなと思いますね。あ、そういうことね、まあ、もし次のシナリオが出た時に、まあ、やっぱもしかしたら使えるかもしれないっていう話今カズさんしたと思うんですけど、うん、まあ、本当その通りで、だそのためにはやっぱ持っておいた方がいいと思うんですよ。ただ普通にヒカルくんたちより、ダイゴくんたちより強い相棒キャラも今後出ると仮定すると、ここじゃない、そう、別にここではないのかなと思いますね。まああとね、俺一個あのサクセス2回やったんだけど、でそこで思ったのが、あの、まあ、野手でやって四季を連れてかなかったのね。はい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 、やっぱり四季を連れていってるっていうことはやっぱり補給上限っていうのも一個あるじゃん、うん、だからここにさらにね上限アップのキャラがついた時はまたちょっと面白いなと思うよ、うんうん、彼女にする、それともあのなんだっけ、相棒にするみたいなね、そういう二択になれば、まあ人によってはね、うん、相棒の方がいいよ、だってコツもらえる可能性あるし、もっと言ったら体力回復の可能性もあるしとかね、そう、うん、だからその次出てくる相棒キャラがどういうキャラかによって本当に大きく分けそうだなとか思いますけどね、うん、そうですね、うん、未来的なところで言うとこの相棒機能が今後鍵を握る可能性はあるね、かなり高いと思うんですけど、ただ現時点では別にそこまで需要はないのかなっていう、うん、ただ相棒キャラが今後ずっと出ないってなると、ここ押さえとけばよかったなっていう後悔が後々次のシナリオとかで輝くかもわからないんで、まあでもそこでどっちを取るかって時に僕はまあここ我慢して、次のガチャとかでまた相棒キャラが出た時にそっちの方が強ければそれで引いてラッキーの方にしようかなと思ってます。そうだよね、やっぱここで石使うと今後のパズドラとか、うん、いろんなコラボだったり、パワプロの日とかに立ち向かえないんで、もっと言ったら多分来週でゲームビズさんのところにも書いてありましたけど、やっぱパワプロ TV、うん、でパワちゃん情報もついに公開されるんじゃないかっていうところで、うん、まあ、やっぱそこに対してのモチベーション上げていく上で石は必要だと思いますし、そう、ね、いろいろ考えると自分はまあ今回は行かなくていいかなって感じになりますね。だと思う、それが賢明だよ、うんうん、まあでも、うん、報酬もいいからこういうイベントはちゃんとやっていった方がいいね。そうっすね、うん、俺ねちょっとねタイミングずれちゃったっていうのが、今さあれも来てるでしょ、アゲアゲ、はいはいはい、こっちがもう頑張ってやらないと間に合わないから、ちょっとこっち先にやってでこっちやろうって感じ。まあ、でもスタジアムチケ1枚で済みますからね。
で1日多分1回で、そっかそっか、じゃあそんなにあれはないか、はい、うん、しっかりまあやりつつ、どっちかっていうとサクセスの方でどれぐらい上げられるか、上げなきゃいけないのか、そっちの方がちょっときついかなと思いますよね。サクピー20の海道学園高校、あ、サクピー20なんだ、本当だ、だここをちょっとメインにやって、大悟の成長物語、大悟をかなり成長させようかなと、成長させなきゃいけないかなと思いますよね。でも俺サクセスやりながらだな、ちゃんとあのガチサクセスやりながら上げていきたい。うん、大悟の能力上げるために街道やんのやだもん俺。そうっすね、うん、まあ、でもなんか大悟が多分一番弱い感じはなんかしますよね。サクセスちょっと見た感じ、やっぱ体力回復は実際結構大きいと思うんですよ。大きい、15でしたっけ毎回、うん、ほぼ、うん、ほぼほぼな確率で8割ぐらい来るよ回復っていうのは、かなり大きいなっていうのと、まあ、トシ君も、まあ、いい時は怪我しにくさ骨とか、うん、レベル1だけどね、まあ、はい、地味に大きいなと思いますし、ただ大悟君経験点20とかそれぐらいですよね、1回一緒に練習して、うん、でエピローグがまあオール80ぐらい、まあおそらくあると思うんですけど、って考えると大悟くんはちょっと物足んないかなっていう。で一番使いやすいのは今回出てきたキャラで言うと、うん、まあムツコちゃんかなと思いましたね。だから今後ムツコちゃん的な、イベントでまず回復系のイベント、遊ぶを知って回復系のイベントをしながら金徳もしっかりもらえて、うん、上限値アップなんか持ってたら、それ結構やばいんじゃないかなと思いますけどね。ちょっと楽しみだね、はい、うん、イベントはやっぱ軽くなりますからね。でもまあよくこうやって遊ぶコマンド使ってさって考えたね。そうですね、はい、まあ、でも今後またちょっといろいろ新しくなりそうですね、うん、ちょっと動向はしっかりと追いつつやっていきましょう、はい、うん、そんな感じでよろしいですか、はい、今日はワールドカップ開幕です。開幕戦です。まあこうしながら見よ、こうしながら。もうね、最近ね、年取ってからね、起きてんの辛いのよ。そうっすね。つねりながら見てるもん、こうやって。痛ーとか思いながら。でも、ロシアとサウジだと、まあ、ロシアでしょうね。どうだろうね。初戦だから分かんないよ。アジアの代表としてサウジにも頑張ってほしいですけどね。まあ、楽しみでいきましょう。はい。そんな感じで、また動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。